では出発です。本日はレオポマレーへご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより標高 1100m 内見山頂駅までおよそ5分でご案内いたします。山頂駅到着までに3本の進行中になっています。通過ごとに見せることはございます。手荷物足元お持ちください。現在山頂の天候は晴れ、気温は17度、しばらくの空中散歩どうぞお楽しみください。ではご乗車のロープウェイからご案内です。ただいまご利用のパノラマロープウェイ定員121名の大型で2008年2月より運行開始いたしました。このロープウェイ特徴の一つに速度スピードがございます。最高速では秒速12m、時速43キロで走行することができます。ロープウェイで時速43キロは日本一のスピード、このロープウェイは日本最速となっております。この時間は琵琶湖の眺めお楽しみいただけるよう時速25キロでゆっくりとご案内をしております。まもなく中間地点です。進行方向を握って下りロープウェイ、青色のロープウェイとすれ違います。中間地点です。2本目の支柱を追加します。では山頂の案内です。山頂駅を右手外に出られますと琵琶湖テラスがございます。琵琶湖テラスからは琵琶湖北部までよくご覧いただける絶景ポイントとなっております。今日は周りの景色も大変よくご覧いただけます。琵琶湖テラスからの景色、またテラスカフェ、どうぞご利用ください。本日はレストランレイクビュー営業を行っております。ファミリーでお楽しみいただけるランチビュッフェ開催中です。お食事にどうぞご利用ください。また本日山頂ではジップラインアドベンチャー、スカイウォーカー、謎解きアドベンチャーラリーなども行っております。空き状況など詳しくは山頂センター受付までお気軽にお問い合わせください。まもなく3本目最後の支柱です。通過後前後に揺れます。この後前後に揺れます。ご乗車ありがとうございます。まもなく山頂駅です。降り口は右側です。お忘れ物ないようご準備ください。お帰りのロープへ15分ごとに出ておきます。混み合う際は臨時増発しております。最終は5時です。5時までに山頂駅お戻りください。なお、お手持ちの往復チケット、お帰りの際も必要です。なくされないよう、十分ご注意ください。まもなく山頂駅到着です。
これよりホームが降りてまいります。足元左右に揺れることございます。手荷物足元見てください。左右に揺れます。気をつけてください。はい、では扉になってます。